はい、皆さんどうもテントモです。今回は KOF オールスターの実況というねわけでもなく、こちらのあとね3日に迫っているルーレットを回しながら少し雑談をねしようかなと思っております。はい、なのでこちらの KOF のねゲームをプレイしていない方もね、まあぜひとも、最後までご覧になっていただけたらなと思います。はい、まあチケットはね、今259枚あるんですけど、全部、回すかどうかはまあその雑談のね、会話の長さによる、ものとなります。はい、まあねでも簡単なねこのルーレットの一応ね説明はしようかなと思います。はい、前回も以前もねルーレットの動画を出しているんですけど、その時とね大きく違うのはね、キャラクターが当たらない、バトルカード、スペシャルカードが当たらないというね、ちょっとねまあ簡易なルーレットになっております。なのでねただただ回すだけになりそうなので、雑談をねねじ込んでいこうかなと、思った次第です。はい、まあ簡単に言うとまあ、ざっくり言うとねこのね紫のね、ソウルというものが当たりで、こちらのゴールドのねソウルがね次に当たりで、まあ外れ枠がまあ、コインとこのスキップチケットになるかな。はい、で、ね、こちらのね、右にね、ビンゴって書いてあるね、こちらに、同じものがね、3個揃ったら、2倍になる、そういうね、ルーレットです。まあね、実に簡単なね、システムです。はい。まあね、そんな感じで、はい、ルーレットの説明は以上ですね。はい。では、回していくんですけども、今回のね、雑談のテーマ、がありまして、それはね、皆さんがね、気になってるであろう、コミックボンボンのお話です。はい。コミックボンボンね。あ、気になっていない。なるほど。いやいや、まあまあ、話させてください。はい。まあ、ルーレットを回しながらね、話すっていうのがね、ちょっと難しいかもしれないので、意外とルーレット回せないかもなんですけど、まあ、とりあえずちょっと回してみましょうか。こんな感じで。はい。ね、こういう感じで。うん。ね、ルーレットを眺めながら、お話をお聞きください。はい、まあ基本的にはね、いいものをビンゴ揃えたいので、今だと紫以下は排除していきます。はい、ね、こういう風にね。はい、ではね、それで、コミックボンボンのお話なんですけど、そもそもね、そもそもというか、僕が今、実況メインにしているゲームがね、こちらの KOF オールスターと、もう一つガンダムウォーズっていうね、ゲームをね、主に実況しているんですけど、はい、この場合こちらですね。はい、ですけど、その、まあ、両方に、深く、関わっているのが、コミックボンボンというお話です。はい、知ってる方もね、いらっしゃると思うんですけど、多分ね、ご存じない方もいらっしゃると思います。はい。まあ、世代によってね、多分ね、違うかな。うん、ジェネレーションギャップ。はい。で、僕はその、コミックボンボン全盛期の、世代でして、はい。で、ですね、まあ、なんだ、何年前だ。25、6年前。とかですかね。はい。うん。で、その頃に、初めてね、小学1年生ぐらいの時に、初めて漫画を、お母さんかな、に買ってもらったのが、コミックボンボンで、ございまして。はい。僕が選んで買ったというか、おそらく、お母さんが、買ってきたのが、たまたまコミックボンボンだったのかな。うん、そんな気がするんだけど、うん、詳しくはね、覚えていないんですけど、まあ最初に手にした漫画が、コミックボンボンっていうね、月刊の、漫画雑誌でございました。はい。で、まあその当時ね、まあコミックボンボンともう一つね、コロコロコミックっていうのがね、二大勢力でね、まあ、ございまして、はい、月刊誌のね、子供が、見る、漫画のね、で、僕は、たまたま、まあ、コミックボンボン
が、最初に、触れる最初に触れてしまった漫画がコミックボンボンだったんですけど、周りはね大体がねコロコロコミックでね、圧倒的にコロコロコミック、派がね多かったですね。はい、周りの友達で、コミックボンボンを見ていた人はかなりね、いなかったような、気がしますね。それぐらいね、当時はね、僕の地域は、コロコロコミックの勢力が、すごかったですね。はい。まあ、コロコロといえばね、まあ、ミニ四駆だったり、ビーダマンだったりね、あとはハイパーヨーヨーとかね、あとはね、なんだっけ、釣りのなんか漫画とかもね、ありまして、結構ね、おもちゃ化にね、長けている。漫画で、まあ、漫画を読んで、そのね、おもちゃをね、親にね、買ってもらうというね、その仕組みがね、非常にね、高レベルでね、成り立っていた、漫画ですね。コロコロコミックは。で、それに対して、コミックボンボンは、まあ、いわゆるメインが、ガンダム。ね。やっぱりガンダムが、メインで、さらに言うと、なんだ。そうそう、ストリートファイターとか、ロックマン。ね、ロックマンとか、まあ、その辺が、一番最初に手にした時にあったのは、そんなところが、まあ、ね、今でも知られている、タイトルのね、漫画というかね、ですね。はい。で、そこにね、まあ、ようやくね、本題というか、僕が、今のね、この KOF オールスターの実況と、ガンダムウォーズの実況をやっている、理由というものがございまして、一番最初にその、最初はね、やっぱりガンダムで、その時に手にした、コミックボンボンで、一番最初にね、読んだ、ガンダムが、機動戦士 V ガンダムでね、機動戦士 V ガンダムの、最後の、終盤からね、読み始めた感じですね。今でもね、なんかね、あれは多分ドッゴーラかな。ドッゴーラ、で、ドッゴーラか、わかんないな。ドッゴーラと、ドッゴーラかな、そう。その絵をね、今でもね、よく、脳裏にね、焼き付いております。はい。まあ、あとはね、クロノクルアッシャーですね。あの、逆さマスクの。はい。まあ、わからないとはわからないかもしれないんですけど。まあ、そこで最初に、そこでね、ガンダムをね、そこがガンダムの、僕の始まりです。僕のガンダム、ファンとしての始まりは、その、機動戦士 V ガンダムの漫画ですね。コミックボンボン。で、こちらは今度は KOF につながる話なんですけど、で、そこであの、KOF に、とても関わるというのが、画廊伝説。ね。画廊伝説の漫画を当たった。ビンゴ。もう一番いいやつですね。紫のエースソウルは一番いいやつ。ありがとうございます。はい。そうそうそう。で、一番じゃねえ、画廊伝説ね。そう、画廊伝説、ね。両方ルーレットとね、あの、漫画の話、ごっちゃになりますね。はい。そうそう。画廊伝説がね、また、そのボンボンの、中でもまた、ね、一つね、人気の漫画でして、そこでね、そこであのー、テリー・ボガード、一番僕の好きなキャラクターですね。テリー・ボガードの、まあ、要は冒険。テリー・ボガードが、アンディ・ボガードを助ける、だったですけだったでしたっけね、ギースハワードからね、みたいな、いやそのね、画廊伝説の漫画がめちゃくちゃ面白くてね、で、めちゃくちゃテリーがかっこよくてね、そこから画廊伝説のね、ファンになって、その後に、あの、スーパーファミコンね、当時、スーパーファミコン、で、画廊伝説スペシャルっていうね、タイトルのゲームをね、買ってもらったんですよ。はい。周りはストリートファイター2、ね、だったんですけど、僕はね、格闘ゲーム、
を最初に、あ、最初に手にしたのはね、また別になるんですが、ワールドヒーローズだっけ、名前。うん。で、その後に、画廊伝説スペシャルを、買ってもらいました。はい。うん。で、まあね、ボンボンにはね、スト2、ストリートファイター2もね、メインとしてね、あって、そちらもね、また面白かったのでね、そこで、まあ、竜とか剣とかね、チュンリーとかね、その辺をね、まあ、知って好きになったんですけど、まあでも、うん、それ以上に、僕は画廊伝説の方がね、好きだった気がします。はい。うん、そう、テリーがね、テリーのね、技がね、まあ、いわゆるね、有名なね、パワーウェーブと、バーンナックル、で、クラックシュート、とかね、あったんですけど、その、ね、パワーウェーブ、の、とか、パワーゲイザーね、の技が、まあ、漫画ならではというかね、いろいろね、凝っていたりしてね、今でも覚えてるのが、パワーウェーブアラウンドだったかな。なんかだんだんテリーのその必殺技がかっこよく、よりね、盛大派手になっていって、パワーウェーブアラウンドとかね、そういう、うん、名前がね、とてもね、子供ながらにね、しびれてね、いや、テリーほんとかっこよかったんですよ。うん。で、その頃はね、ギースハワード本当に嫌いでしたね。うん。今はね、もうダブルレプリカンって大好きなんですけど、うん、その当時はやっぱり悪役というものがね、うん、子供ながらに怖くてね、やっぱテリーに何としてでもね、勝ってほしいみたいなね、そういう気持ちがございましたね。うん。なのでね、そこをきっかけですね、僕が、この KOF の、うん、を実況今している最初の、そもそものきっかけはその、ね、コミックボンボンに載っていた、画廊伝説ですね。はい。で、まあ、そうですね。そんな感じで。で、さっきも話したように、もう一つのガンダムウォーズの実況のきっかけは、その、コミックボンボンで、最初に読んだ、機動戦士 V ガンダムです。はい。で、まあ、その後もね、その V ガンダムの後も、時田光一先生のね、機動武闘伝 G ガンダム。これもね、漫画で僕全部読んだんですよね。で、その後もね、時田先生が、機動新世紀、新機動戦記、どっちだっけ、ガンダムウィング。ね、ウィングね。もうそこでボンボンで全部読んで、で、その後に、機動新世紀、新機動戦記。ここがね、僕ごっちゃなるんですよね。ガンダムウィングと、そう、ガンダム X のね。で、その後にね、ガンダム X も漫画で全部読んで、で、その後にね、単影ガンダムかな。単影ガンダムも、うん、漫画で全部読みました。はい。うん。なのでね、僕は小学生の頃にガンダムに最初に触れ合って、アニメではなくて、漫画でね、毎月読んでいって制覇していった感じですね。うん。だからまあ、アニメ、まだ、をだいぶ、まあ、簡略化、うん、されてはいるんですけども、まあ、すごいわかりやすくてね、うん。子供にとってはね、うん、すごい読みやすかったです。はい。まあね、声というものがね、全くね、わからなかったので、まあ自分が想像する声をイメージして読んでましたね。で、一番、うん、個人的に衝撃を受けたのが、今はしっくりきてるんですけど、機動武闘伝 G ガンダムのドモン歌手の声がね、いざね、後々にね、アニメ見たらね、全然違う、イメージと全然違ったっていうね。あとは、ウィングの、ゼックス・マーキス、ね、ミリアルド・ピースクラフト。こちらの声もね、全然ね、イメージしてた声とね、ね、アニメをいざ見てみたら全然違うというね。うん、そこが衝撃的でしたね。もう今となってはしっくりなんですけど、まあね、漫画でイメージする声とね、実際に、アニメでね、聞く声はね、違う。うん、自分の脳内ではね、うん、違ったんですね。はい。まあね、そんな、感じで、はい、うん。全然ね、ルーレット回せない。全然ルーレットが回せない。はい。まあ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 、雑談メインでね、やっていきたいと思います。まあもう大体ね、そういう、僕の、実況のね、きっかけはお話ししたんですけど、まあこれからはちょっと余談かな。
余談になる気がするんですけど、ね、他にもね、コミックボンボンってね、いや本当にね、面白い漫画がね、多くてね、なんだっけ、サイボーグクロちゃんとかね、あとヘロヘロくんとかね、あとね、頑張れゴエモンとか、うん、いろいろね、あとは、まあね、なんだ、わかるかな、コアになるんですけど、まあ、コングルグッドとかね、コングルグッドとか、まあ、あと、大泥棒ジン、あとは、海の大陸ノアとかね、まあ知ってる方はね、ね、もし今、上げていった漫画でね、もう知ってるっていう方はね、いいね、ね、高評価お願いいたします。うん、そうそう、そうなんですよ。いや、本当にね、ボンボンはね、面白い漫画が、より、子供が読む漫画だけど、ちょっと大人という感じのスタイルでしたね、コミックボンボンは。コロコロコミックの方は、もう完全に子供がね、わーわー喜ぶようなね、そういう題材のものが多かったような、気がします。はい。そう、コミックボンボンはね、ちょっとね、ちょっとした、エロ要素もね、入っていたのでね、まあ、子供がね、最初に触れ合うエロは、おそらくコミックボンボンだったのではないかなと思います。はい。まあ、一番はやっぱりね、頑張れゴエモンのね、やえちゃんですね。うん。あの、やえちゃんを毎月、ね、楽しみに、していた記憶があります。はい。もう一人、一応ね、ゴエモンの、敵には、ヒロインまあ、一応、おみっちゃんって言って、おみつさん。ゴエモン的にはおみっちゃんって呼ぶんですけど、おみっちゃんを、基本的には救出する、するゲームが、まあ、主題ですね、ゴエモンの。うん。なんですけど、僕が、読み始めた、前から、まあ、ゴエモンやっていて、最初の頃はね、よく知らないんですけど、その頃はね、おみっちゃんの方が結構、メインにね、お姫様を助けるぞ的に描かれていたのかもしれないんですけど、僕がね、読み始めて以降はね、とりわけね、八重ちゃんをね、ピックアップ、されてた印象ですね。で、八重ちゃんが本当にね、セクシーというか、セクシーくのいち、ね、本当にね、そこがね、で、毎回ね、その作者のね、帯広志先生がね、まあ、随所にね、そういうね、カットを入れてくれるんですよ。そこをね、まあね、コミックボンボン読んでいたね、全国の小学生はね、きっとね、期待していたんだと思います。はい。そう。本当にね、八重ちゃんが、一番最初に恋をした人はね、八重ちゃんなのではないか、というぐらいにね、コミックボンボンを読んでた人は、そうなのではないかなと、個人的に思ったりいたします。はい。そう。で、ね、まあ、で、まあ、ちょっとね、まあ、それにまつわるというかね、お話なんですけど、まあ、ちょっとね、ちょっと悲しい部分もあるんですけど、僕が、2000ね、この場合はどうしよう。紫排除するか。2014年、今から5、6年前ですね。その時にね、ふとね、コミックボンボン自体はね、2007年、に廃刊となって10年以上前ですね。に廃刊となったみたいで、僕はね、つい最近までもう記憶の錯覚というか、数年前、5、6年前に廃刊になったのかなとか思ってたんですけど、2007年、結構前ですね。に廃刊になったということで、ちょっと残念なんですけど、まあ、まあ、やっぱり僕はちょうど全盛期でね、全盛期に読んでいて、だんだんね、そこから、ね、陰りを見せていったみたいですね。はい。で、そう、2014年に、ふと、ツイッターをやっておりまして、ボンボンの先生方、やってないかな、ツイッターやってないかも、ピンポン。よし、ありがとうございます。で、ツイッターをやってないかなっていうね、思いが、芽生えまして、先生方をね、検索して、見つけた先生に声をかけて行ったんですよ。で、何人かのね、先生にね、心よくね、返信してもらって、で、中でも、ね、フォローして、フォロー、
フォローバック、フォローバもね、してくださった先生がね、いまして、それがね、先ほど言ったね、頑張れ五右衛門の、帯広志先生。で、すごいね、気さくに、気軽にね、やり取りしてくださって、まあ僕、当時ね、まあ声優もやっていて、その話もしたりしてね、まあ、いつかね、なんか、何かしら、関われたらいいですね、みたいなことも話したんですけど、で、なんだっけ、一番面白かったのね、その、頑張れ、五右衛門には、恵比寿丸っていうね、キャラクターがいてね、で、帯先生はね、帯寿丸っていうね、キャラクターをね、出されていて、帯広志と恵比寿丸を掛け合わせたね、うん、ちょっとエロに拍車がかかった恵比寿丸みたいなね、うん、そういうのも出していて、その辺のお話をしていたらね、あ、オビスマルを覚えてくださってましたかみたいなね、そういう話になったんですけど。で、そうなんですよ。そうやってお話できたんですけどね、そのね、僕2014年の4月にね、そういうリプライをして、やり取りをしたんですけどね、それがね、オビ先生がね、2014年8月にね、急にね、お亡くなりになったんですよ。うん。それを僕はね、気づいたのが年末ぐらいだったんですよね。ずーっとツイートをね、見かけないなぁと、なんとなく思っていって、いざね、チェックはしていなかったんですけど、で8月に、その、帯先生のご家族の方がね、代わりにツイート、されていて、急に、脳出血だったかな。で、お亡くなりになったっていうことをお話しされていまして、はい。で、本当に僕、まあ、ショックを受けたんですけども、まあ、幸いにもね、その4月に、その、お亡くなりになるね、3ヶ月、4ヶ月前に、ね、お話しできたのはね、まあ、不幸中の幸いというか、うん、ですね、はい。そうですね、あの時にね、話せていてね、本当にね、良かったなと思います。はい。いや、その時に感謝のね、気持ちも伝えられてね、いや、本当にね、コミックボンボンが、僕のね、僕という人格を形成している一つといっても過言ではないので、そうですね、そこでね、うん、まあ、感謝をね、伝えられて良かったなと思っております。ね、未だにフォロー外しておりません。はい。まあまあ、そんなね、そんなお話が、まあ、ございまして、はい。で、まあ、そういうね、うん。そう、あとはね、ダンダンダンクとかね、ダンダンダンクとかね、戸田克之先生もね、うん、返信してくださってね、僕、バスケの漫画なんですけど、当時ね、ダンダンダンクめちゃくちゃ好きで、小学校のバスケコートとかあるじゃないですか。そこでもね、僕、バスケね、別に、その漫画以外だと別にそんな野球とかの方がね、サッカーとかの方が好きだったんですけど、いやもうね、そのバスケ漫画だけは本当にね、面白くて、うん、で学校の休憩時間にスネークフックとかね、そういう技があったんです。スネークフックとかね、そのね、あとフェイドアウェイだったかな、うん、その辺とかをね、めちゃくちゃね、練習しましたね。練習というか、うん、使ってましたね。で、何その技とかね、周りね、ボンボン知らないからね、みんなコロコロコミックだからね、そういうね、驚きを提供しつつ、で、みんなも真似していくという、いや、面白そう、やってみようみたいな、ね、うん、一番やっぱり気持ちよかったのがね、スネークフックでね、ゴールをね、決めた時ですね。わ、うん、かるかな、スネークフックね。まあ検索してみてください。スネークフックって言ったらね、多分出てくるんじゃないですかね。うん。そうですね。まあまあまあ。うん。そうそうそう。そういうね、お話とか。まあサッカー漫画もね、J キッズ牙とかね。うん。そういう、J キッズ牙もね、面白かったですね。うん。とかね、かな。うん。パッと思い出せるのがね、うん、こんな感じかな、うん、ですね。結構話したかな。もう全くルーレット回せないね。まあ、全くルーレット回せないし、どれぐらいね、喋ってるのかも。今ね、アプリの方がね、落ちて
しまいました。はい。落ちてしまったので、まあ、その、うん、この辺にしとけってことかな。うん。まあ、大体ね、うん、僕が話したかった、コミックボンボンのお話は、できたかなと思います。はい。うん。まあ、ね、もしね、皆さんの、皆さんの中にもコミックボンボン読んでいたよって方が いらっしゃいましたら、うん、コメントの方、よろしくお願いいたしますね。まあ単純にね、共感ということでいいね、くださるとありがたいです。はい、そうなんですよ。はい、まあね、ね、そんな幼少期でしたと。中学校になってからかな、コミックボンボンを買わなく、なっていったのは。なので小学校時代ね、5年6年はずーっと、うん、コミックボンボンと共にあった気がねいたします。はい。うん。で、まあ、で結果的にね、今ねこうしてね、そこをきっかけとして今この KOF オールスターの実況とガンダムウォーズの実況をねメインとしてね、やらせて、もらっている感じですね。はい。なので本当にコミックボンボンにはね、とてもね感謝しております。はい。最初にね出会った漫画がねコミックボンボンで本当に良かったとね、我が人生に悔いはなしみたいな、ね、感じぐらいにね思っております。はい。はい。うん、ではね、今回はこんな感じで終わろうかな。ちょうど、チケットちょうどというかね、まあ、結局20枚しか回していないんですけど、ね、あと3日ね、あと3日で全部使い切らないといけないんですが、またね、ルーレット動画ね、おそらく出すと思います。その時は、ね、やっぱり、回すことメインで、やらないとね、全然消費できないことが今回のね、実験でね、分かったので、その時は、今度は、話よりも、ルーレットメインで、ね、やっていこうかな。うん。まあ、どうなるか分かりませんが、はい、またよろしければね、ご視聴お願いいたします。はい。ではね、いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。今ね、前の動画かな、プレゼント企画、ね、初のプレゼント企画のね、お知らせをね、お伝えしている動画がございますので、まだね見ていない、方はよろしければねご覧ください。はい。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオン。